今回は夏はやっぱりシェルということで、シェルとキラキラを使ってシェルグラデーションやっていきます。今回使うカラーはこれ、マゼンタと青、焦げ茶です。これをクリアジェルと混ぜていきます。クリアを3箇所、ベトロの青、ちょっとね青紫っぽくっていい感じの大人な青なんです。クリアの半分ぐらいの量を混ぜます。次にマゼンタ71番、これも大人なピンク。これもこのままでもすっごい綺麗なんですけど、ちょっとねもう少し大人な感じで深み出したいなって言った時は、焦げ茶と混ぜていくといい感じのマゼンタ出来上がってきます。あとはディープブラウン、焦げ茶です。はい、こんな感じです。それではまずキラキラから先に入れていきます。シャレドワのクラッシュホイールゴールドとノベルのファンシーオーロラフレークベージュバイオレット、鼻息注意のオーロラフレーク、本当に綺麗。もう残り少ない。クラッシュホイールはねもうシェルには欠かせないと言っていいほど輝きがめっちゃ綺麗。金箔より輝きがねあるので、こっちの方が私的にはおすすめ。ではまずのり代わりにクリアジェル、真ん中よりちょっと上の辺から爪先にかけてささっと、こんな感じで、そしたらそのまま筆でオーロラフレークちょんとつけて、ほらほらほらめっちゃ鼻息注意、ちょんちょんちょんと3箇所ぐらい、めっちゃ綺麗、本当にこのくらいで、そのまま今度はクラッシュホイール、このオーロラフレークのすぐ横らへんにポンポン、もうランダムに。でクラッシュホイールはね結構パリパリって取れる感じがあるので、ちょっとこのくらいの塊で取ったらピンセットに変えてちょっとクシュクシュっと散らします。クラッシュホイールをこう散らしてあげるのポイントです。ところどころちょっと微調整で足します。はい、こんな感じです。では一度硬化します。はい、こんな感じ。ではここに今回の主役シェルです。そして今回も使っていくのはこの白のシェル、オーロラが効いているもので全然大丈夫です。こんな感じで、できるだけちょっと薄めのものを選びます。でそしたら今回は中ぐらいの大きさにカットしていきます。これくらい。そしたらシェル入れていくので、もう一度のり代わりのクリアジェルをささっと、でそこにシェルを入れていきます。この下に入れたオーロラフレークとこのクラッシュホイールのがちょっとこうチラ見えするような感じで置いていきます。せっかくちょっと爪が長いので結構根元の辺まで攻めちゃいます。はい、こんな感じです。では硬化します。はい、こんな感じ。これだけでもすごくクリアなシェルグラデーションでいい感じですよね。ではここにさっきクリアジェルで混ぜておいたこの3色のカラーを入れる前に、まずクリアジェル刷毛に取って、今グラデーションにしたこのシェルの上をさささっと塗っていきます。綺麗にというよりはもうランダムにさささっと大雑把に、こんな感じ。そしたらそこにまずはブルー、これくらい、まず真ん中辺にうんと入れて、これをちょっとこうトントン叩くイメージでこのシェルの中に入れていくような感じです。薄めに薄めに、でこのままちょっとこの辺までさっさっさっとトン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 と伸ばします。でこのまま今度はマゼンタ、マゼンタを今度は爪先の辺ポンと置いてトン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 、ランダムに伸ばしていく、トン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 、薄めに薄めに。そしたら最後に焦げ茶、同じ量を取ってこの辺からもう薄く薄く、焦げ茶はところどころにこんな感じでちょんちょんちょんと入れて、今回カラーをのせていく時のポイントとして、本当に薄く薄く下のシェルがこう埋まりきらないような感じで透けるような感じで入れていくのがポイントです。こんな感じです。はい、硬化します。綺麗。カラーを薄く薄くシェルを隠さないようにのせていくのがポイントです。めっちゃいい感じ。薄くのせることによってベースに引いたオーロラフレークやクラッシュホイールもこう間から覗いている感じがめっちゃ綺麗。はい、ではこんな感じでトップジェルでコーティングしていきます。今回のトップジェル、シェルを埋め込んでいくんですが、シェル薄めのものを選んでいるので、特にすごくね、デコボコしているわけじゃなければ、通常通り光のラインを作るようにコーティングしていきます。ちょっとデコボコしている場合は、後でファイルで表面整えていきます。はい、硬化します。は
はい、硬化が終わったら未硬化ジェル拭き取って形と表面整えていきます。で、今回埋め込みでそこまでデコボコはしてないんですけど、ほんの少しこう指で触ってみた感じ、この辺が少しボコっとしてるので、この辺にファイルを通していきます。はい、では最後にツヤ出しのトップジェルです。はい、硬化します。はい、こんな感じで完成です。夏にはやっぱりシェルを使いたくなりますよね。シェルでちゃちゃっとデザインをしたいときに、こんな感じのデザイン楽しんでみてはどうですか。今回はカラーの入れ方がポイントです。カラーを薄く薄く伸ばすような感じで入れていくことによって、ベースのシェルやオーロラフィルムを邪魔しない感じで、すごくいい感じに仕上がってます。これポイント。ホワイトのシェルを使えばいろんなカラーで楽しんでいけると思うので、グリーンや黄色、そしてブルーだけで統一してやっていくのもありですよね。水色もすごく夏に映えそう。ぜひぜひこんな感じで楽しんでみてください。そして今回このデザインを5本指にするとしたら、私なら薬指、中指、親指をこのデザイン、そして小指と人差し指はゴールドグリッターのグラデーションにしていくと思います。ちょっと上品にしたいときは、私なら薬指と親指をこのデザイン、そして残りの小指、中指、人差し指はシースルーのホワイトに、爪先にこのクラッシュホイールをチラチラっていう風に散らしていくと思います。ぜひ楽しんでみてください。ありがとうございました。今回使った道具はクリストリオのパーマシャイン、サロンユースのノンワイプトップジェル、メルティのクリアジェル、カラーはベトロの25番71番、 T ジェルの D222 番、ノベルのファンシーオーロラフレークベージュバイオレット、シャレドワのクラッシュホイールゴールド、シェルシートホワイト、筆はゼッカのマルチです。続いて我が家のちょっとした出来事です。毎日テニス練習に励む中娘とおてんばした娘。私自身平日の練習に付き合うことはなかなか難しいので、日曜日だけしっかりと練習風景を見ることができるんですが、おてんばした娘がめきめきと上達して、1週間ぶりに見ると本当に上手になっていっているんです。最近では中娘とのこう打ち合いが結構いい勝負で、小さい頃の方が上達が早いのか、こうもう球を打つこう力もすごく強くなってきて、私もたまにできないなりにこう一緒に練習で打ち合いをしてあげたりするんですけども、もうおてんばした娘の方が球が強くて私が全然ダメ。本当に子どもの成長ってすごいですよね。そして先日コーチから初めて試合に出てみるかというふうに言われたらしく、私たちはまだ聞いていないので本当かどうかわからないんですが、コーチにそうやって言われたのがすごく嬉しかったみたいで、自慢げに私たちに話してきました。それを言われてから余計に練習に力が入るみたいで、本当に毎日頑張っています。ただただ中娘は昔から結構本番に強いタイプだったんですが、おてんばした娘は一回冬にあった練習試合みたいなのに少し参加をさせてもらった時、こう試合形式になるともう全くもう固まってしまって動けなかったということがあったので、試合となるとどうなんだろうとすごく親としては心配になるんですが、何事もいい経験になると思うので頑張ってやってほしいです。家族だけで練習をしている時はもう結構かっこいいこう振りをやってくれたりとか、いい姿を見せてくれるんですが、試合どんな感じになるのか楽しみです。まだまだ今からおてんばした娘も、そして中娘の中学生も、試合がこれか勝ち負けではなく練習の成果がどれだけ出せるのか楽しみにしていきたいと思います。以上、そんなこんなの我が家のちょっとした出来事でした。